は33年なんで、東京タワーと同じ年なんですけどね。まあ大体中学ぐらいからこうなんていう外国の音楽を聴くようになるじゃない。その前はもう加山雄三とかそういう感じで、そこら辺でまあちょっとやんちゃな人たちはこうローリングストーンズとか、ね、そこら辺に行くわけですよね。でも周りはこうなんていうんですかね、日本その時代はフォークが全盛時代で、吉田拓郎さんとかで、僕はギターはあのそこでちょっとやったんですけど、やっぱねローリングストーンズはかっこいいんですよね。友達ん家に行っちゃそのギミシェルターって赤いレコードをかけて、それをもうずっと聴いてたよ。でそこら辺からやっぱりちょっとやっぱ影響を受けましたね。ビートルズ派とローリングストーンズ派と分かれるんですけれども、そしてまあ高校ぐらいになると今度ハードロックでいうと、例えばゼッペリンだとか、ね、あとはあのディッパープルとか、そこら辺がやっぱりねあのロックでいうと影響を受けるところですね。あと日本人ですとね、中学の時にやっぱりキャロルが出てきたのはね、これはものすごくセンセーショナルで、みんなこうリーゼント、ね、不良少年みたいな。大体中学ぐらいになると不良少年に結構憧れるじゃないですか、ね、だからその頃からやっぱり、ね、矢沢永吉さんをずっと見てて、だから A ちゃんが僕が17か18ぐらいの時に日比谷の野音でねライブやった時とかってね、まあそこには行けなかったんですけど、その頃からやっぱ矢沢永吉さんにはものすごく影響を受けましたね。ギターを持ったっていうのはそれこそ中学2年生ぐらいですかね。あどこだったの、ヤマハだとガッドギターですけど、当時フォークが全盛で、でなんていうんですかね、もうフォークギターを弾いてギターを覚える。でも途中から僕なんていうんですかね、あのダンスミュージックですね、ジェームス・ブラウンとかそのシュープリームスとかマイケル・ジャクソンとか、マイケル・ジャクソンとは年代が生まれが僕と一緒なんで、まあ、マドンナ、プリンスとかそれの方はみんな一緒なんですけども、その頃からなんていうんですかね、こう踊りに行くのが大好きで、踊りながら音楽を聴くっていう、そうなんですか、リズム感が結構ね、そこでは結構ね身についた、体で、ね、リズム感が身についたと思うんですけれども、でそのギターを、まあ、そこに一回お気にしたんですけども、その後やっぱ20歳過ぎになってからもう一回ギターいいよねって言って、そうですね。でその頃こうロックンロールをやってるロッカーの方ともちょっと知り合いになる機会があったんで、まあそのちょっと西麻布のスタジオの知り合いのところでちょっと一緒にやらせてもらったりとか、あとはドラムをやってるやつと個人的に練習したりとか、人前で演奏するって機会はなかったんですけども、結構自分の家にこもって結構一生懸命練習してる時期がありましたね。その当時まあでもやろうとした志が高すぎて、ちょっとね、あ、これ無理だわ、届かないわ、ね、これままじゃちょっとダメだなっていう時に、まあその、じゃあそんじゃ、みんなでロックやろうよっていう感じがあって、そのみんなでグループでやる感じがすごく良かったんで、そこからまたちょっとロックギターをね、やろうと思ったんです。はい、でも、まあ、それもまあ仕事が忙しくなって、もままならず、ね。だから、30過ぎて一回、やっぱりフェンダーのテレキャスターっていうギターを、うちの従業員が楽器屋だったんで、それをちょっと、ね、買ってしばらく弾いてたんですけどもね。でまあもうバンドとかも全然なかったんですけれども、ここ 2,3 年の間にうちに来るあの、まあ、会社の社長さんなんですけど、僕の弟分みたいなやつが、じゃあちょっと近所のねあのバーの周年に俺ら2人で行って歌っちゃおうなんつって、お前んとこ周年だろ、俺らギター弾いてやるから偉そうに言って、まあまあまあ、もう、拙いギターで、まあ、ろくなもんじゃないんですけれども、まあ、それをまあ、2、3回やってるうちに、お前と結構楽しいね、なんつって。で、そしてまあ、その練習するようになったんですけど、だからまあ、言いましたけど、本当にうちに来てる親しいメンバーが、あ、じゃあ、お願いしますって言って、じゃあ一緒にね、ロックやりましょうよ。で、まあ、店ではソウルをかけてるんですけれども、まあ、今回やらせてもらうのはロック、これはなかなか最高ですよね。まあ、あとは、なんていうんですかね、30歳になって六本木で商売始めた時に、まあ、深夜の1時から、朝の8時までやってる店なんで、まあ、意外にそこでこう、なんていうんですかね、ロックの大物のボーカルの方とか、ね、まあ、そこのギタリストの人とか、結構いろいろな出会いがあったんで、でも、だから、コンサート見に行くことはあったんですけど、まあ、それプライベートな付き合いですよね、あとは、まあそこの大きいバンドの人は、有名なバンドの人は大体来てくれたんですけども、そこのY さんっていう人だけはちょっとうちには来てこなかったんですが、あとのメンバーの方は大体いらっしゃっていただいて、あとはね若くして亡くなってしまったロック歌手の方とか、
本当に若くして亡くなってしまった有名なギタリストの方とかも、まあ、その当時のその飲んでる生き様とかっていうのを結構見れたんで、それは結構それでまあ貴重なことかなと思ってますね。小さな家で、家が木造の小さな家で、家にいるの時間が短いんで、どうしても外に出ることが多かったんで、そのなんかこう自然に大人びたところに行くんで、こう自然とやんちゃになったり不良少年の道に行ったり、まあ、暴走族もやったりとかね、いろいろなことをやって、まあ、当時は人から目立つようになりたいとか、で頭ももうちょっと金髪にしたりとかアフロにしたりとか、あとはまあ音楽でやって目立ったらかっこいいんじゃないとか、まあ、そういうところに目覚めるんですけれども、でもまあ自分が本当になんていうんですかね、自分のあこれが本当だなと思ったのは、人に喜んでもらう、こと、人が喜んでくれると自分も楽しいみたいなね、そういう気持ちが大体芽生えてきたのは30ぐらいですかね。そこまでは別に何やったらいいかってちょっとよく分からなくて、まあその頃から人が、僕がやることで人が喜んでくれたりとか、面白かったねとか、またあなたのとこに会いたいとか来たいとかっていう人もいてくれれば、なんかその人のために何かやろうっていう気持ちが、そこら辺がやっぱり気持ちで言ったら分岐点ですかね。恋はねすごくいいですね。でももう以前は女の子に優しくなかったですね。でも年がいくにつれ、あの女の人のことをやっぱ大切にしなきゃいけないという気持ちがとても芽生えてきて、なんて言ったらいいかな、ちょっと今はね言葉に出てこないですけど、そうですね、でも女の人とかにはやっぱ優しく、男だったらね、子供とか年寄りとかね、まあ、自分に厳しくって言ったら一番本当はいいんだろうけど、まあ僕なんかちょっと自分にも甘いんで、やっぱり優しい気持ちはこう常に、ちょっと今ちょっと言葉に詰まっちゃってるんですけどね。でもね、恋をするっていうか異性のことを好きになると、人間って活性化されるっていうか、やる気がものすごく出ると思うんですよね。例えば、まあ、普段だったらまあ別に何もないし、家で酒でも飲んでテレビでも見てはいいかなとは思ってる。でも例えば好きな女の人が出てこの人に会いたいとかって思うと、大雪が降ってる時とかさ、ね、夜中でもう交通機関がなくても、いや会いたいから1時間歩いて行っちゃおうかなとかいうぐらいのこう、ね、パッションっていう情熱が出るじゃないですか。そういう活性化された気持ちを常に持って、人間は常に、ね、恋をしてた方がいいと思いますね。まあ僕も常に恋をする気持ちをいつも持ってるんですけどね。そういうことですかね。まあ僕30歳で六本木に、飲食店出して、まあ、それは深夜の店なんで、でまあそこでまあ結構自分で社長でやってたんですけど、まあ、結構過酷な仕事で、これはもうちょっとこのままだと体がおかしくなっちゃう。でまあやった仕事といえば、まあ、自分の家が印刷業だってね、そことあと飲食店しかないので、じゃあ自分の家の1階がちょうど空いてるんで、そこをこうバーにして自分の好きな音楽をかけながら、ね、音楽の好きなお客さんとこう語らいながら、ね、楽しい時間が過ごせればいいなと、まあ、さっき言ってましたけど、みんな来て、あ面白かったとか、あ音楽良かったよとかね、あ飲み物美味しかったよ、また来るよって言ってもらえれば、そうやってみんなに喜んでもらえればいいなという気持ちを持って、まあお店をやってるんですけれども、まあそうですね、きっかけはあとはまあ僕 DJ もやってるんですけども、昔はねお金がなくてレコードなんかなかなか買う機材を買う余裕もなかったんですよね。そこそこ大人になって、じゃあ昔何やりたかったのって言ったら、ちょっとねバンドもやりたかったけど DJ もやってみたいなっていうので、じゃあいいよ DJ やって、でこれも仕事場に持ってって、いつも DJ やりながらお客さんに踊ったりとかね、いろいろやってもらって楽しんでもらってっていう意味で、まあ自分で独学なんですけど、まあ今レコードじゃなくて、ね、CDJ っていう CD でもできるんで、それをやったら、まあ意外になんかセンス結構あるねみたいな、そういう感じで気づいたんで、まあ今には人に楽しんでもらうために一生懸命やってますけど、はい。実質 DJ 始めたのはね、僕今60ですけど、45ぐらいですかね。ちょうど六本木のお店をもうそろそろ閉めようと思ってたら、後輩が来た、
で40ぐらいですよね。何やってんの？俺広告代理店の社長ですとか。あ、そう、俺店辞めようと思うんだよね。店辞めてどうするんですか？俺もう DJ になるよ。何言ってんですかとか。いやだから DJ になるんだよ、バカなこと言わないでくださいよとか言ったんですけど、まあ、そこからちょっとやって、まあ、自分の店を出して DJ やって、電話して、あ、お前 DJ になったからうち来いとかって、ペンション、あ、本当 DJ やってんですねみたいなね。まあ、こうやろうと思ったことをやって自分の身につけるっていうのがいくつになっても楽しいことなんで、まあ、それはそういう気持ちはずっと持ち続けたいなと思ってるんですよね。まあ、今回のバンドに関しても、特にそうですね。みんなメンバー、お店のお客さんとか、うちにこうよく来てくれる、楽しいメンバーばっかりで、じゃあ還暦になるから、ね、せっかくだからこうバンドイベントでやりましょうよって言ったら、みんながすごい力を貸してくれて、まあ、最初は4人でね、ドラムと、ギター2本と、ベース、ね、でやってたんだけど、そのうち あいつパーカッションできるから呼ぼうとか、あの子ピアノできるから呼ぼうとか、まあ、今7人編成だったんですけども、この人結構なかなかいい感じなんじゃないかなと思って、まあ、今回やらせていただくことになりました。昨年母親が他界しましてですね、まあ、看病に病院に行った時に、まあ、94だから大往生で、まあまあね、大変ありがたいって言うと変ですけど、よかったなと思ってるんですよ。病床でね、ああね、若い人は体の効くうちに、若いうちに遊びなさいとか言うんですよ。で94で60でしょ、で全然若くないんだけど、若い人は遊びなさい、でもこれは本当だなと思うんですよね。やっぱりね、若いうちとかこう自分の感受性の強いうちに、すごくやっぱいいものを見たりとか、世界を広げたりとか、そういうことはとても重要だと思うんですよね。やっぱりこう、まあ、今の人は結構家の中にこうこもって、パソコンとかありますからね、その中だけでも十分楽しめるんだろうけども、でも実際に自分がやりたいとか行きたいとかって思ったことを、もうやっぱやるべきですね。ただ見てるだけじゃなくって、やって、自分で見てるだけでも勉強になるというか、こう身につくじゃないですか。それがもう肉になり骨になったりして、後々こう自分の将来先々役立つわけで、だからそうですね、そういう動き出してほしい、ね、うん、動き出してほしい、海外旅行でもいいですし、ね、音楽やるでもいいですし、例えばもういろんなとこ行ってお酒飲んでいろんな大人の人と話してみるとか、そういうことでもいいんで、とりあえずもう動き出せってことですね。若い人は遊んだ方がいいよ、ね、遊んだ方がいいよ、確かにそうなんだけど、都合のいい解釈するやつがいて、あ、若いから遊んでいいんだって遊んでるだけのやつがいるんですけど、自分の目的を見失っちゃダメですよね。俺はこれになろうと思ってる、でも遊ばなきゃだ、両方両立させて、ね、遊んでることも重要なんだけど、人にから受けた義理とか、あとはそういう友情だとか友達だとか、さっきも言ったけど、女の人に優しくすることとかね、子供とか年寄りに優しくする、まあ、こんなこと言うとなんか普通のおじさんなんだなとかって思われちゃうかもしれないけど、これがね、実際の年になるとすごく重要なことだと思いますよね。まあそういう人を大切にするということを、まあ、自分もそうですけれども、これからも続けてやっていきたいな、まあ、そういった意味では今回こう60歳のバンドがやれたっていうのは本当にもうみんな感謝ですね。いらしていただいた方にも、一緒にバンドやってくれた方も、楽しいですからね。月に2回ぐらいでメンバー集まって3、4時間バンドやって、もう練習の段階から楽しいっていうのはものすごく僕の中で大変グッドなことで、まあこれから先もまだちょっと、まあ、バンド続けてやっていきたいなと今思ってます。やっぱりね、60歳になるとね、ちょっとやっぱね、こう体力が厳しい部分があるんで、まあ、それは自分でトレーニングも怠ってる部分もあるんですけども、でもまあ今はバーのマスターで DJ やってるんで、うちの店に何の理由でもあれ僕に会いに来てくれるとか、うちの店が好きだとかっていうお客さんがいる限りは、もうその人たちのために一生懸命やるつもりがあります。もう体効かなくてもう無理だなっていうところまで行きたいなと思ってるんですよね。そういった意味ではロックを、ね、やってる大先輩もいっぱいいるわけですよ。68になってもね、60
昼過ぎてもやってる大先輩がいるから、まあ、そういった人たちを見てる限りは、まあ、僕もまだまだ、ね、まだまだ体の動く限りはずっとみんなのためにやりたいなと思っておりますね。今回は60歳の記念でみんなでバンドを始めたんですけれども、まあこれを機にちょっとまあこのまま続けて音楽をねやりたいなと思ったので、まあ今回はギターなしで、まあ、ボーカルだけやらせてもらいましたけども、まあ今度は次からギターも持って、まあ、ギターを弾いたり歌を歌ったりってことを、まあこうなんていうんですか、定期的にやっていきたいなと、ね、いいメンバーも集まったので、でまあいつまでやれるかわかんないですけども、でもロックをやってるすごい先輩がまだ頑張ってるんで、その人たちがやってるところに届くんだったらね、まあプロの歌手ではないですけど気持ちだけは持っていきたいので、まあ60、70になってもね、ギター1本でもまあ誰かとバンドやるからみんなちょっと来てよって言って、まあその人たちももうそれぞれの年になってるわけですけども、その時に一緒に来て一緒にこう盛り上がれたらこれ最高だなという、その音楽をやってる喜びってきっとそういうところだと思うんですよね。共感できる部分があるんで、うん、だからそういったことはこれから先もずっと続けてやっていこうっていう気持ちは常に今持ってます。今のところは持ってますねやっていくつもりです。はい、まあ飲食始めて30歳からもう30年になりますんで、まあ自分の家の1階でこう毎日楽しく、お客様も楽しく俺も楽しくやれたらいいなと思って、まあ基本的にはソウルミュージックを提供しながらやってます。最近はロックもいろいろあるので、ぜひよろしかったら夜の8時半から朝5時まで日曜サイズ以外やってるんで遊びに来てみてください。オズパーティーです。よろしくお願いします。